はい、どうも皆さん、トライアングルです。いや、トラケンです。はい格好だけ一応なんか髪型が一応ドラケンの格好なんですけど、今回久しぶりにですね、東京リベンジャーズモッドでやっていきたいんですけど、今回は私現在これ、はい、一番隊隊長、はい、タケミッチですね。はい、今タケミッチなんですけど、この状態からマイキーを、総長を目指してやっていきたいと思います。まあ、どういうことかと言いますと、現在ですね、もう、これ、大丈夫だよね。はい、今ちょっと準備して、クリエイティブだったんですけど、今、サバイバルモードにさせていただいてるんですが、ハードモードです。ハードモードで、現在こちら、パイプというものが実はね、アップデートで追加されまして、これは、ハイタニランの、武器なんですけど、パイプ、攻撃力6だったんですが、ダメージ増加をつけさせていただきました。これで攻撃力9と。もうかなりね、東京リベンジャーズモッドの中では武器では強いです。武器っていうのが今まであんまりなかったので。で、ちなみに雪玉もあるんですけど、それはちょっと後ほど話すとして、一応ルールとしては、ハードモードでやられるまでに、まあ、夜に時間を固定させていただいて、まあ、いっぱい戦います。もうここに、天竺だろうが、東満だろうが出てきます。で、まあ、襲ってくるんですよ。その中で、進捗がね、あるんですよね。このように。現在僕は一番隊隊長です。はい。バジ君に勝利してないんですけど、一番隊隊長です。台服来たので。で、ここですね、三ツ矢君に勝利する。そして3番隊で、パーチンを勝利すると。順番にやっていくんですけど、で最後にマイキーに勝利するっていうのがあるんですけど、それでマイキーを倒せば今回このゲームクリアと。しかし逆にやられてしまったら、まあ、僕の負けという形で1日でねやっていきたいと思います。で、雪玉持ってる理由なんですけど、トーマンの服を着ているとトーマンのキャラクターが襲ってこないんですよ。なので最初の一撃をね、なんかね、三ツ矢くん見つけたから、敵が三ツ矢くんが襲ってこないからって言って殴るとちょっとさすがに不公平じゃないですか。なので雪玉を投げます。そうすることによって敵対してくるので、それで戦いましょうって感じですね。本当は違う服着てもいいんですけど、やっぱりね、その東満のタケミッチから総長になるっていうのが目的なので、まあ服は東満の方がいいかなということで。はい、ということで、ちなみにご飯はお子様ランチあります。まあでもこれ、ちなみにこれシングルバイオームで、平原指定してあるので村がいっぱいあるんですよ。はい、あそこにもあるしね、本当にもうところどころに村があるので、まあ、食料には困らないかなとは思うんですけど。ということで、じゃあ今から、行きたいと思います。はい、多分これで大丈夫でござるね。こうして夜にさせていただきます。はい、そして今暗視ついてるのでね、見やすいかと思います。もう暗視がないと私てか僕はさ、今後いつかさ、なんだろう、マイクラの企画でさ、普通にエンダードラゴンとか RTA とかになった時、僕、松明作り忘れそう。なんでマイクラってこんな暗いのとか言ってそう。暗視ついてないみたいな。あれは、直哉くん、いやー、直哉くんはまだなんだよな。多分、今後あるんじゃない？うわ、危ねえ、押さないた。とりあえず、まず見つけるは、三ツ矢。三ツ矢を倒さないといけないんだけど、もちろん敵対してくる敵も倒していきたい。お、待って、今あれ誰だ、なんかやり合ってる誰だ。あ、三ツ矢くんいた、待って三ツ矢くんいた。これさ、ちょっと待って、これさ、ほら三ツ矢くん勝負さあ、こっち来い、来た、えっ、わっ、強い。待って、走るね、ほら、はい、痛い、やばい、やられる、あぶねあぶね、流れ玉でやられる。あれの中にいないよね、あれ。パーチンいないよね。うお、ペイアン大丈夫か。ペーやばい、ペーがやられた。待って。あ、やばい、助けて。バレてない。危ねえ、バレてなかった。あー、危ねえ。くそー。ペイアンを助けれなかった俺は。なぜペイアン一人で突進していたんだ。くそー。
あれ誰？オルカさんだ。オルカさんはやれねえ。オルカさんは叩くことできねえ。ほら踏み絵するようなもんよ。踏み絵よあんなの。ただの僕に対してオルカさんを攻撃しろなんてね、踏み絵やってるようなもんだからな。あぶねえ。キリスト教の人に踏ませるもようなもんだぞ。あぶねえ。トラップだよあんな。僕死んじゃうよあんな攻撃したら。オルカさん、神様踏むようなもんだぞ。気をつけてくれたまえマイクラ君。やばい、ちょっと待って。あぶねあぶねあぶね、あぶね、今お腹減ってて、お腹減ってて走れなかった。あぶね、あぶなかった。今マジであぶね、終わったと思った。今あれ爆発されてたら終わってた。危ない。危なかった。てか全然パーチいない。マジでパーチいないの。あ、吐いたニラ。これ戦おうか、せっかくだし。勝負しよう、新キャラだよ。来たまえよ。おい、お、お、来た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 。いや強いな、硬い。やはりいて、やばい、いった。待って、距離感むずい。やばい、待って。やばい。わっ、ちょっと、あ、やっべー。どうしよう。あ、負けちゃう。これ負けちゃうよ。ちょっと待って。まだ追いかけてきてない。あ、助かりました。危ない。怖い。怖いです。やめてください。危ない。どうしよう。勝てない。パーチいない。クリアできない。ベッドで寝させてくれ。疲れてしまった私は。ハードコアだがな、意味ないのは分かっているが、ちょっと寝させてくれないか。あー、いやー、これあれだね、見つからないですね、パーチンが。パーチンどこ。もうパーチン見つけるまでの間にさ、もういっぱい隊長見つけてんのよ。パーだけだよいないの、出てこないの。あなただけだよ。すごい迷惑かけてるよ、パー。今、他の隊長さんたちに。ドラケンともあったよ。あ、今、ごめんなさい、まだパー倒してないんで、まだドラケンさんちょっと出番まだなんですって言ったら、すごい気まずそうな感じにしてたよ。いろんな人に迷惑かけてるよ、パーチン。うえ！やばい、こんなに見つからないの初めてかもしれない、これ。いつも無限列車でやってるからさ。待って、これで動画終わっちゃうよ。もう40分経ってんだよ。パー、もうマジリアルに40分経ってんだ。嘘でしょ、お子様ランチの消費量で分かってくれるよみんな。え、これま、え、ちょっと待って、これ進捗、え、タイムリープまだやってないもんね。これまだ、これや、そうだよね、これ幼いに勝利しないとパーチンって消えないよ。いたー、パーチン。待って、もうマジで、ねえねえ、どんだけ待ったと思ってるのあなた。あんた、どんだけ。ということで皆さん、なんかバグってますが、本当に申し訳ありません。まさかの三ツ矢くん倒しただけになってしまいました。こんな結果になるとは思わなかった、正直。ちょっと、通り部モッドはね、やっぱりその鬼滅の刃と違って進捗1個上がったらモブは全然余裕ですよじゃないので、そこがやっぱりハード
コアモードでもきついところだったかなと。まあかなりね、まあ、40分ぐらい撮影したんですけど、その中でもカットはしてるんですけど、何度もモブにやられそうになってっていうことが多々あったので、あ、ちょっと次回はちょっとね、いろいろ準備してもうしっかり企画を練って、リベンジしたいと思います。竹道から、まあ、マイキーですね、そこをちょっと目標に次回こそ必ずやります。こんなはずではなかったです、正直。はい、撮り直したい。では皆さん、お疲れ様でした。バイバーイ。